正体不明の円盤同士の戦いにタックは直ちに調査に向かった。隊長、誰もいません。死体もありません。無人の円盤だったのかな。隊長、反応があります。子供だわ、この宇宙人。泣いてるじゃないか。とりあえず基地まで連れて帰ろう。さあ、おいで。ねえ、そいつ試験にするの？どうして？だって宇宙人だろ。宇宙人ならみんな死刑にしてもいいと思ってんのか？そのお面はなんだ？俺、ゾウイ、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラ兄弟です。ウルトラ兄弟は弱い者いじめはしない。何もしない宇宙人の子供をわけもなくいじめたりはしない。ウルトラ兄弟はゾフィーもマンもセブンも弱い者の味方なんだ。見たところサイモン星人の子供のようですね。サイモン星人といえばかつてヤプーンに侵略されて宇宙を追放された遊牧星人だ。すると宇宙の迷い子か。どうしたんだろう。何かに怯えてるようだ。手で空の塵となった幾多の鳥獣の怨霊よ、ここに集まれ。ミンタンクだ。あ、バザリウスだ。カーラだ。今一度生き返るのだ。生まれいでよ、ジャンボキング。では全滅してしまいます。よし、全基地退避。君たち、早く逃げないと危ないぞ。俺たちの基地で案内するよ。君たちの基地へ。ここが俺たちの作戦室なんだ。おお、無線機まであるのか。火は直してやるよ。何でも揃ってるんだな。俺ん家一緒だからね。どれ、足出してごらん。お、さっきは悪かったな。謝るよ。そうでなくちゃ。彼サイモンって言うんだ。サイモン、よろしく。仲良くしような。おい、サイモンも怪我してるぞ。直してやるよ。おいで。痛くないから。サイモンを引き渡せ。
私はサイモンを追ってきたのだ。地球人には用はない。もし地球人がサイモンをかばうならば、地球人も私の敵だ。サイモンを出せ。サイモンを私に渡せ。さもないとこの町を破壊して皆殺しにしてやるぞ。町を壊されたら困るな。町には友達もいるし、パパやママだっているしな。どうするたけし。ウルトラ兄弟は弱い者の味方だと言ったね。俺はゾフィーだ。サイモンは俺が守るよ。お前たちは宇宙へ帰っていいよ。俺だってウルトラマンだぞ。俺はセブンだ。サイモンは私ものから、鳥獣からサイモンを守ってやる。よく言った。その気持ちがあれば君たちは立派にウルトラの兄弟だ。鳥獣は俺に任しとけ。君たちはここでサイモンを守るんだ。大丈夫？北斗さん。サイモン、お前どうして俺の足を。サイモンは行かせたくないんだ。心配してるんだよな、サイモン。サイモン。強化作戦はできん。まず鳥獣を他の場所へ移動させるんだ。投げ網作戦用意。了解。町の半分を破壊した。後の半分は明日まで取っておいてやろう。明日の朝8時までにサイモンを渡すのだ。
サイモン、どこへ行くんだ。こいつ自分から捕まりに行こうとしているんだ。行っちゃダメだ。でも明日になったらまたあいつが町を破壊しに来るぜ。地球にはエースがいる。エースが来てくれるまで俺たちがサイモンを守るんだ。そうだ、俺たちだってウルトラの兄弟なんだ。よし、みんなで力を合わせてサイモンを守ろう。よし、僕はタックに帰らなければならない。ここは君たちに任したぞ。大丈夫、任しとけ。心配すんな。このようにジャンボキングはこれまで我々が戦ってきたいろんな鳥獣たちの最も強い部分を結集して再生されている。鳥獣の王とでも言うべき最強の鳥獣だ。一度死んだはずの鳥獣たちがどうしてこんな形で生まれ変わってきたんでしょうか。死んだとは言っても地上でバラバラにされた鳥獣の分子は大気を浮遊しているんだ。ヤプールはその分子を一箇所に集結させたんだ。そのヤプールはどこにいるんでしょうか。ジャンボキングを操っているそのヤプール、残念ながらわからん。隊長、ここは一応奴の要求通りサイモンを渡して様子を見たらどうです。待ってください。そんなことをしたらあの少年たちの気持ちを踏みにじってしまうことになります。いいか、ジャンボキングを倒す手がないとなれば町を守る方法は他にないじゃないか。家や町はまた建て直すこともできます。しかしあの少年たちの気持ちは一度踏みにじったら簡単には元には戻りません。彼らはウルトラの兄弟のように勇敢で優しい気持ちを持とうとしています。その気持ちだけは大切にしてやりたいと思います。明日試してみよう。試すって何をです。細胞分解ミサイルだ。しかし俺はまだ試作の段階では。やるだけのことをやってみよう。町も子供たちの心も破壊させてはならん。隊長、明日はエースになろう。明日こそはどんなことがあっても。セイジさん、もしあなたはウルトラマンエースだということを誰かに知られたら、あなたは二度と人間の姿に戻れないのよ。知っている。しかしどうして今俺にそれを言うんだ。優子、細胞分解ミサイルだ。ミサイル発射準備完了。了解。あと1分で8時になります。北斗、お前はサイモンと少年たちのとこ行ってやれ。はい。お、みんなもサイモンを守るってさ。そうだ、みんなでサイモンを守るんだ。そうだ、
は何だろう。何かを発信しているようだ。大変だ。そちらこっちへ向かってくるぞ。しまった。見つかったんだ。サイモン隊で逃げるんだ。みんな気をつけろ。危ない。みんな逃げろ。政治よ、私の声に聞き覚えはないか。ヤプール。その通り。ジャンボキングを操っているのはこの私だ。まんまと罠にかかったな。早くみんなの前でエースになってやったらどうだ。北斗星司、いやウルトラマンエース。何するんだ。どけんな。みんなの前で私を撃つがいい。誰も私をヤプールだとは信じていないぞ。私を撃てばお前は子供たちの信頼を裏切ることになるぞ。人間の子供から優しさを奪い、ウルトラマンエースを地上から抹殺することが私の目的だったのだ。こいつはヤプールだったんだ。嘘だ、信じるもんか。どうしてサイモンがヤプールなんだ。証拠を見せろ。テレパシーだ。テレパシーでこいつがそう言った。でたらめ言うな。人間のくせに何でテレパシーがあるんだ。テレパシーがあるのはウルトラ兄弟だけだ。ペンチさん、もしあなたがウルトラマンエースだということを誰かに知られたら、あなたは二度と人間の姿に戻れないのよ。もう優しさなんて信じないぞ。タックは長寿を倒せないもんだから、サイモンを殺したんだ。俺たちだってもうお前の言うことなんか聞くもんか。僕が奴のテレパシーを分かったのは、それは僕がウルトラマンエースだからだ。嘘だ。嘘じゃない。見ていてくれ。これがウルトラマンエース最後の戦いだ。彼らに真実を伝えるにはこうするしか仕方がなかった。さようなら地球よ。さようならタックの仲間たち。さようなら北斗星司。Thank you.
イエーイ。優しさを失わないでくれ。弱い者をいたわり、互いに助け合い、どこの国の人たちとも友達になろうとする気持ちを失わないでくれ。たとえその気持ちが何百回裏切られようと、それが私の最後の願いだ。巨大タンカーで日本へ帰ってきた東幸太郎の出くわしたどでかい事件、シグリスフラワーの謎、そして恐るべきアストロモンスの出現、炎の中で幸太郎の危機、ザットが危ない、リオ、ウルトラの世界に展開する奇跡の儀式。さあ来週のウルトラマンタロウ第1回、ウルトラの母は太陽のように、みんなで見よう。